こんにちは環境持続社会研究センタージャクセスの遠藤と申します COP29 における適応策の議論のポイントや私が注目している点についてお話しいたします適応策とは現在生じている将来発生が予測される気候変動による悪影響以外を回避軽減する取り組みです昨年の適応ギャップレポートでは途上国の適応資金ニーズに国際的な資金の流れが追いついていないと指摘されましたが 先進国でも猛暑による熱中症や台風の被害などが生じており、緩和策、損失と損害への対処と合わせて、適応策強化も必要です。COP では適用に関する議題はいくつかありますが、今回は適用に関する世界全体の目標、グローバル・ゴール・オン・アダプテーション・ GGA に注目してご紹介いたします。パリ協定7条で気候変動への適用に関する能力の向上、並びに気候変動に対する強靭性の強化、 および脆弱性のの減少といいう世界の適用目標を設定していますただ、GGA の概念についての理解や、その進捗評価などについて詳細が議論されておらず、COP26 で2年間の GGA に関するグラス号シャルムールシェイク作業計画、グラスを設立し、ワークショップを開催、議論することに合意しました。COP27 では GGA フレームワークを COP28 での採択に向け、議論を開始することは決定しました。 COP28 でクラスでの作業が終了し、GGA の達成と進捗評価に向けた UAE フレームワーク・フォー・グローバル・クライメ i ト・レジデンスを採択しました。パラグラフ9で7つのテーマ別目標、パラグラフ10で適用サイクルの4つの目標が定められたほか、GGA 進捗評価の指標を検討する2年間の UAE ・ベレンワーク・プログラム設置が決定しました。7つのテーマ別目標は A、水。 B、食料・農業生産 C、健康 D、生態系・生物多様性 E、インフラ・人間居住 F、貧困撲滅生活 G、分解散に関するものです。適用サイクルの4つのステップ別目標は A、影響・脆弱性・リスク評価 B、計画 C、実施 D、モニタリング、評価学習に関するものです。COP29 の注目点として、まず GGA の指標に関する議論がどこまで進むかです。今年6月の SB60 では、GGA 進捗評価指標に関する作業の進め方などについて議論され、11月の CMA6 に向け、関連指標のマッピング、整理作業を進めることなどを含む文書が採択され、今後の作業が示されました。 パラグラフ12では、マッピングにおいて指標が地域、国、地方の状況を反映できるかどうかなどを検討するよう、マッピングプロセスに情報を提供する基準が記載されています。10月のワークショップでは、テーマ別ターゲットの専門家などからのインプット、意見交換などが行われました。これに先立ち、5304指標が提出され、 グラフはどどのののターゲットにどのくらい指標が提出されたかを示すものです。もで UNFCCC 事務局報告では、テーマ別指標とターゲット重視・実施に関する指標の重なり、データや方法論の限界といった課題、統計に関するキャパシティ強化といったシステムのギャップなども指摘されています。今後、こうした作業を受け、UAE ・ベリン・ワークプログラムの最終成果の検討が続けられます。 この過程でこれら課題を克服し、新たな指標の追加も含め、GGA 進捗指法に適した指標を COP30 で合意するため、COP29 では各国が意見をすり合わせ、ある程度最終成果の構成など概要が見えてくるのか注目したいと思います。さらに GST 成果を受け、適用策の実践を加速することも重要です。そのためのポイントと考える点ですが、まず適用計画策定です。 GST 成果では51提約国の国別適用計画提出を歓迎し、未実施の国は2025年までに適用計画、政策計画プロセスを整備し、2030年までにその実施を進めることを記載しており、途上国の計画策定支援も求められます。次に適用に関する実施手段です。今回 NCQG 合意が目指されますが、GST ・ GGA フレームワークの内容が資金の議論にどう反映されるか、 また技術やキャパシティビルディング支援も必要です。さらに、各国地域で異なる適用ニーズへの対応が必要であり、支援が本当に必要な気候変動の影響を真っ先に受ける当事者にしっかり届き、COP29 が世界のリジリエンス強化のためのさまざまな実践を後押しする場となることも期待します。なお、緩和努力の加速も不可欠です。事件の DC に g s で指摘された点が組み込まれ、各国の野心が高められるか、 個人的には主要経済国、新興国で全温室効果ガスや経済分野などを対象としていない国の NDC がどうなるか注目しています。以上です。ありがとうございました。